ジアカップが終わってしまった。ひどい結末でしたね。日本サッカーの将来も不安になるレベルだったぜ。試合だけじゃなくて田島会長のコメントも含めてヤバそうです。今回はその件についてやるのでぜひ、最後まで見ていってくださいね。この結果はしっかりと受け止めなければいけない。残念ながらこういう結果になったが、ロジカルに後半はイランの方が良かった。それがそのまま最後の PK を与えることに繋がった。誰が悪いということではなく、チーム全体が押されていたことが試合結果に繋がった。その中でできることはあったはずですけどね。日本はリードして折り返してましたから。そのままの内容でいけば妥当な結果ですけど、やるべきことをやったのか？それを考えるのが JFA の仕事でしょう。もう終わったこと。アジア最強とか調子良いとか色々言われていたが、もう一回一からやり直す、ちょうど良い機会にしたい。もう終わったこと。か。これは原因究明もしないだろうな。それは日本代表チームが次に向けて言う言葉であって、田島会長が言う言葉じゃない。色々言われていたが、どうにもこの人からは他人事のように日本代表を見てるように感じますね。責任取りたくないからでしょ。だからそれ以上言及されないように話を終わらせようとしてるのよ。でも身体問題は騒がれそうだよな。ここで負けたのもだし、ずっと改善されない問題がまた露呈した。当然森保監督の身体についても聞かれてました。それについては全く考えていない。でしょうね。そんなことしたら自分の立場も危ういですから。我々がドイツに勝ったりスペインに勝ったりするのと同じようなことがアジアでも起こるということ。そういう意味では逆に引き締めるチャンスにしたい。改めて、敗戦したことは本当に申し訳なかったと思っている。ワールドカップ予選に向けて良い引き締めというか、浮かれていたらダメだということを選手たちは感じてくれたと思う。ワールドカップ優勝は簡単ではないことを理解できたのは収穫だったし、そうしなければならないと思っている。なんでこんなに他人事なんだろう。浮かれていたらダメだと選手は感じてくれたと思う？この人が言うセリフなのか？一番浮かれてたのは間違いなくこの人だな。成績がいい時は自分は安泰なんだから。にしても中身のないコメントですね。これが JFA トップですか。その変動を感じてるか、みんなの反応を見ていきましょう。日本サッカー業界はいつもそうだが、業界幹部が責任を取り辞職とかを絶対にしないんだよね。森保監督だって業界で決めた監督だからいくら成績が悪くても首を切ることをしない。自分たちの責任問題になるからね。いくら選手個人が世界で戦えるレベルの選手になっても、それをサポートする業界が今のままでは世界レベルから置いていかれるぞ。こういうのってやっぱり感じ取るわよね。ああ責任逃れだな。って感じるよ。これの犠牲になるのは現場の人間ですよ。森保監督よりも先に責任取るべき人たちがいると思います。本来ならばサポートするべき人たちが足を引っ張る。業界の会長をもってして、こんなレベルなのだから日本代表が強くなるわけがないよ。この結果はしっかりと受け止めるべき。でも原因は追及しない。それで強くなるのか。どこに問題があるのかも究明しないで何が変わるんだ。森保の身体には影響ない森田の談話からもわかる通り、そこに根本原因があるのは明白なのにか。スペインやドイツに勝ったようなことがアジアでも起こる。そんなに強いんだ日本は。この方にかの名将の村監督の言葉を送りたい。勝ちに偶然の勝ちあり、負けに偶然の負けなしドイツ、スペインに勝ったことは、たまたま。アジアで負けたのは必然と捉えないと日本に前進はない。まあ、本当の根本的原因は監督もそうだが、それ以上に業界幹部ということですね。原因究明しないのは毎回よね。だから同じ失敗を繰り返すんでしょう。そもそも森保監督は解任しないという大前提が存在するからな。だから問題ない。こうなるわけだ。原因究明とは自分たちの失敗を認めるということですからね。そんなのこの人たちにできるはずがない。頭が痛くなってきますね。田島は昔から商業主義者で業界関係者の中でも田島が会長になったら日本代表は弱くなると言われていた。そして選手は海外に出て有名クラブでも活躍する史上最強クラスになったが、監督含めコーチ陣は海外指導経験のない井の中の蛙状態の人選で戦術がない体制となって選手の能力を殺してしまっている。田島でなければ今の日本代表は本当に強くなってただろうと悔やまれる。日本代表選手が優秀すぎるからこそ、この問題が表に出てこなかったのよね。戦術ないので好き勝手やってくださいって言われてなんとかしてしまうんだもんな。優秀な選手だよ。それに味を占めてたわけですね。そんなことをしてたら未来がないですよね。こんな記事が出ています。これが森保ジャパンの限界。日本代表はお先真っ暗。選手側から SOS、もはや職務怠慢の域にアジアカップ2023、アジアカップで露呈したサッカー日本代表の限界。サッカー日本代表は3日、AFC アジアカップカタール2023準々決勝でイラン代表と対戦し、1-2で敗れた。
大会前には優勝という目標を高らかに宣言した森保はじめ監督だったが、結果も内容もそれとはほど遠いものだった。カタールで見た現実は、森保監督が率いる日本代表の限界だった。森保監督が率いるってとこが重要ね。後半の入りは悪くなかったんですけど、追加点のチャンスが1個、2個あったところで決めきれなかった。やられる雰囲気があったわけじゃないですけど、セカンドボールを拾えなかったり、相手に先に触られてみたいなのが2個、3個続いた。こう振り返ったのはキャプテンの遠藤航だった。押し込まれる時間が続いたことで、後ろディフェンスラインに入って数的優位を作ろうとした。と状況を打開しようと試みるも、流れを変えることはできなかった。そこの対応力はまだまだ、日本に求められるのかなと思います。と反省の弁を述べた。結果論というか、結果的に負けてしまっているので、5バックにした方がいいかみたいな話になるが、このまま勝っていればそのままが良かったという話になる。4枚がいいのか、5枚がいいのか、チームとしてこれからしっかり反省して、何が必要なのかを探っていきたい。結果論というか、仮にあのまま勝っていたとしても運が良かっただけって言われてたと思うわよ。あれだけフルボッコにされてて勝ったらそうなりますよね。なんかさ、選手からはこういう声結構聞こえてくるんだけど、さっきの会長さんに森保監督あたりからは全然聞こえてこないのが気になる。そこは記事も疑問に感じてるようです。遠藤はチームとして課題を修正していく必要があると述べたが、ここでいうチームを主体的に動かすのは誰なのか。現状では、遠藤らを中心とする選手たちが自主的に問題点をあぶり出して、それを森保監督が取捨選択して決断することが多い。この試合でも明確な解決策を提示した痕跡はなく、交代カードも南野拓実と三笘薫を入れただけだった。活動期間が限られる代表チームでは交代カードが有効な修正方法になる。森保監督は延長戦の勝負になることも考えた中で交代をためらったというが、あの劣勢の状況が続く中で動きがなかったというのは愚策でしかない。あれだけやられて延長を考える余裕あったんだ。結構衝撃なんですけど。仮に延長考えたとしても90分までに2枚しかカード使ってなかったよな。極端すぎだろ。しかも逆転されてから慌てて選手投入してましたよね。意味不明すぎます。こういう疑問というのは選手たちからも出ています。もう正直に言っていかないと選手側から出た SOS。 森田秀正はいろいろ考えすぎてパンクしていたという。正直なところもっとアドバイスとか、外からこうした方がいいとか、チームとしてこういうことを徹底しようとか、もっと欲しいですね。それはもう正直に言っていかないとと、半ば SOS にも聞こえる悲痛な言葉を残している。もちろん、ベンチからの指示がないわけではない。バーレーン代表戦の先制点に繋がった場面では、マンマークで対応されていた久保建英を右サイドに移すことで中央のスペースを空けてマイクマセイヤをフリーにしたが、これは監督からの指示がヒントになった。試合終盤の3バックへの変更も、もちろんベンチが主導で行われている。ただ、その回数があまりにも少なく、ベースとなる原則がないというのが森田の指摘である。結局は普段から選手任せで唐突にそれらの指示が出てくるってことよね。普段の練習からこういう時はこうするっていう原則を落とし込んでないんだろうな。ボトムアップは組織の形としてはあり得るが、意見を吸い上げてまとめて決断するまでに時間がかかるため、少なくとも試合中には適していない。そして、立ち返るべき根本的な原理原則がなければ、それぞれが見ている景色も揃わない。このやり方はアジアですら勝てないという現実を今大会では見せられたことになる。選手たちはこの能力を上げないと特徴を揃えるように言うが、これを鵜呑みにしてはいけない。もちろん、選手自身が自分に矢印を向けることは大切で、自分自身でできることはそれしかない。ただ、よく考える必要がある。ブンデスリーガ3位のクラブのレギュラーが2試合続けて先発を外れ、ウェファチャンピオンズリーグに出場するクラブのエースが代表にすら選ばれないほど、今の日本代表は日常のレベルが高い。アジアという枠組みで見て、このレベルの国は日本代表しかない。客観的に見てこのレベルが低いからアジアで勝てないわけがない。これは本当にそう思いますね。でも逆に言えばそれらの選手がいながらこんな状態というのは相当やばい。それだけの選手を抱えながらのこの手いたらくは、チームを預かるスタッフ側に責任があると言わざるを得ない。選手を信頼しているといえば聞こえはいいが、実態は選手任せであり職務怠慢に近い。監督を筆頭にスタッフが本来やるべきことをやっていないからこそ、選手たちに負担がのしかかり、選手にいろいろ考えすぎて頭がパンクと言わせてしまっているのである。日本サッカー協会の田島幸三会長は試合後、森保監督について進退の検討は全く考えていませんと述べた。解任すれば解決するという話でもないが、今のままではお先真っ暗だろう。選手からも声が出てきてるというヤバさ。これまでもあったけど、もう限界に来てるんでしょうね。つまり前回から何も改善されていないということだよな。
本当にこのままだとお先真っ暗だ。選手たちばかりが成長して努力を続ける。でも周りはそうではない。いい加減この状況を変えないと日本サッカーが終わってしまう。変えないといけないですね。さて皆さんは今回の件どう思ったでしょうか。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてください。それではまた次回。